子先輩の携帯にもかかってきたんでしょ。自分の携帯からの電話、死の予告。やっぱり死の予告電話なんだよ。陽子が電話した。ありえない。携帯を握っていた右手が切断され、よくわかんないけどこの世に恨みを残して死んだ女らしくて、携帯を通じて来ちゃうんだって。